はい、どうも皆さん、こんにちは。伊ずいです。それでは今回なんですけども、最大2万円分がもらえるマイナポイント、支給される条件や、今からやっておくべきことを解説ということで、今回はマイナポイントですね。この動画ではここ最近また話題になってるマイナポイント、最大2万円の件についてお伝えします。もしですね、今後取り組まれる方や、取り組みを検討されてる方がいらっしゃれば、参考にしていただければな、と思います。それでは、行ってみましょう。 まあ今回はですね、新たな経済政策として、この公明党が最初は一律3万円を公約として、マイナーポイントがスタートしますよということで、ここでも少し話題になっていたんですけども、今回は自民党公明党が2万円でなんと合意したということでございます。おお2万円かと思いましたね。で、今回はですね、このマイナーポイント2万円分がですね、 たただただ付与されるわけで、はなくててしっかりりとでですすね条件がついておりますでそんなことよりですね、そもそもマイナポイントって何と思われる方いらっしゃると思うんですけども、ま、あサクッとおさらいをしたいと思うんですが、まあ、こちらのマイナンバーカードはですね、ほとんどの方がご存知だと思うんですけども、このマイナンバーカードを使って、例えばですね、クレジットカード、もしくは対象のプリペイドカードであったりとか、他にも、スイカとかの電子マネー、あとは、僕のチャンネルでよく取り扱ってる PayPay とか、D 払いとか、AUPay とか、スマホ決済ですね、 こういったキャッシュレス決済を使って上限2万円分のチャージですとかお買い物をすることによって25%分の5000円相当が利用した各社のポイントとしてまあ付与されるということでまあかなりスタートした当初は話題になっておりましたちなみになんですけどもその5000円分についてはですねここにも出てる通りマイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請受付は2021年4月末をもって終了いたしましたということで今取り組んでも特に何もないのでこの2021年の4月末 までにマイナンバーカードを申請した方すでにマイナンバーカードを取得されている方はマイナポイントの付与ということですので今現在されている方はですね2021年12月末まで延長されているんで発行された方はですねこの期限まで使っておいた方がいいかなと思いますで今回のお題でもある最大2万円分のまあ、内訳はどんな風になってるのかということなんですけども大きく今回3つに分かれておりましてまずその1つ目というのが新規でマイナンバーカードを発行してでそこからですねキャッシュレス決済を利用するとそうすることで によって5000円分が付与されるということでございますそうなんですよね先ほどお伝えしたおそらくこの方法を使ってまあ、チャージをしたりですとかお買い物するそうすることによってこの5000円相当が付与されるんじゃないかなと思いますですけどもちょっとですねこれ僕の場合はですねもうすでにこれは完了してるのでなので今回は新規でマイナンバーカード8 ここでキャッシュレス決済なんで、まあ、僕みたいなもしくは市長さんおそらくほとんど取り組まれている方多いと思うんですけどもそういった方はちょっとどうなるのか気になりますねで次二つ目は健康保険証とマイナンバーカードを紐付けるとそうすることによって7500円相当をもらうことができますでこれもですね少し心当たりがあるんですけども一瞬この発表を見た時にあれって思ったんですよそういえば こちらの動画覚えてますかねマイナンバーカードプラス健康保険証3分でできますっていう動画を結構前にアップしてるんですよ。で、これ5万再生ぐらいされてて、今も徐々に再生されてるんで、意外とこう需要があったりするんかなと思ってるんですけども、そうなんですよね。すでに僕、ゆずひこはですね、<laughs> 連携済みなんですよね、マイナンバーカードと保険証。で、念のためちょっと確認する方法があるんですけども、こちら、マイナポータルっていう、まあ、いわゆるマイナンバーカードとかを管理するようなポータル画面があるんですけども、そのアプリを開くと、このポータルのログイン画面があるんで、このログインをタップすると、こういったログインするところが出てきます。で、ログインをするときに、マイナンバーカードの、いわゆるパスワードですね。マイナンバーカードを発行するときに4桁のパスワードを設定するんですけども、その4桁のパスワードを打ち込んで次に進むと。次に、自分の iPhone 使って、 ナンバーカードを読み取りを行うのでこの読み取り開始をタップそしてあとはスマートフォンをマイナンバーカードにちょっと薄暗いんですけどもこんな感じにかざすとそうすることによってうまくログインができる状態でございます一応この画面からですねおそらく申し込みはできるっぽいんですけどもまだされてない方はですねまだしない方がいいと思いますで僕の場合なんですけどもこの画面を下に下がるとここにですね最新の健康保険証情報の確認っていうところがあるんでこれをタップしたらですね 情報取得ということで、ここのバーがですね、徐々に進んでいって、実際に出た画面がこちらなんですけども、11月11日時点で、非保険者証ということで、かっこ一般、生年月日平成1年、これ僕の生年月日ですね、6月20日、性別男ということで、そうなんですよね。ここに色々保険者の情報がバッチリ出てるんですよ。ということは、 しっかりとですね、保険証とマイナンバーカードの連携が完了しているような状態なんですよね。なので、一番気になるのは、そういった場合は、僕のような人ってこれ対象になるのかなと、先ほどのこの7500円相当のがもらえるのかどうかっていうのが今一番ここが気になりますね。おそらく僕の視聴さんも連携された方は中にはいらっしゃるのかなと思うんですけども、もしね、すでに連携している方はどういった方法になるのかっていうのは、ちょっとこれはね、詳細を少し待ちたいところではあります。そして、次3つ なんでですすけけどもも銀行口座ととととマイナンバーカーカドを紐付けそううるるここによって7500円相当がもらうことがらきるといや、もうね、ついに来たかと言わんばかりのこれですよね。正直なところ、この丸1でも結構賛否両論あったとこではあったんですけども、この丸3はね、結構賛否両論出てくるんじゃないかなと思います。これに関してはちょっと僕もするかどうか一番迷っているとこではあるんですけども、もしするとなれば、いくつか銀行口座持ってる一番使ってない、もう今封印されて ているような銀行構造をまあ使ってみてもありなんじゃないかなっていう風にも少し思っているところではあります。なので1,2,3これを全部合わせて今回のこの最大2万円になるということですね。もう現時点でも正直僕の場合はこの1と2がもうすでに完了しているのでもらえるかどうかっていうのはちょっと謎なとこ。丸そして丸3についてはですね正直うーん進んでやろうかなっていう風うにはなかなか思うようなとこではないので。 めちゃくちゃ迷いますね。共感いただける方、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。そして、今回の内容踏まえてですね、まだ利用されてない方、マイナポイントを利用されるためにですね、今後すべきことということで、僕なりに二つにまとめたんですけども、まず一つ目は、やっぱりこれですね、マイナンバーカードを持ってない方は、なるべく早めに作成することをお勧めします。もう理由としたらですね、これ作成に思ったより時間がかかったりする可能性がやっぱ高いんですよ。しかもですね、こういった話題って、まあ僕自宅にテレビ置いてないんですけども、ネットニュースはもちろんですし、テレビとかでもめちゃくちゃ 話題になって一斉にいろんな方がマイナンバーカードを作成にいろんなその自治体とかに足を運ぶと思うのでやっぱり混雑する可能性っていうのは少なからずあるのかなと思うんですよね。なのでもし発行される方はまあ今回のこのタイミングでとりあえずマイナンバーカードの発行をしておくっていうのもありじゃなありなんじゃないかなと思います。次2つ目はマイナーポイントが開始しても一旦待つということですね。まあ、その理由としたらもうこのね動画を見られている方であればご存知だと思うんですけどもやっぱりその各企業さんの上乗せキャンペーンなどがお 行われる可能性っていうのがやっぱあるんですよね今回は先ほどの丸 ① であればですね新規で発行された方は5000円プラスアルファで僕の場合確かこれまで D 払いとかでプラス2500円相当とかで受け取った気がするんでおそらくやっぱり上乗せキャンペーンやっぱり自分のところの決済方法を使ってほしいっていう企業さんがたくさん出てくるかと思いますんでもし開始しても一旦様子を見ることをお勧めしますですけどもこの保険証とか銀行口座については上乗せとか全然ちょっと情報がわかんないんでこれはね 随時ちょっとね、情報を追っていきたいなと思ってます。ちなみにですね、今回のこのマイナンバーカードなんですけども、現在マイナンバーカードの交付率って、まあ4割以下みたいなんですよね。なので思ってる以上に、やっぱり普及してないっぽいんですよ。僕の場合はまあまあ早い方でまあ作ったので、まだまあ4割以下なんだって思うところが正直なとこではあるんですけども、今回のマイナポイントによって普及するかどうかちょっとまたね、微妙なとこではありますよね。でまあ個人的には、もちろんマイナポイントもらえるのは嬉しいんですけども、やっぱり銀行こう との連携はねうーんーって思うところがやっぱり正直なところではあります。 そしてやっぱり一番気になるね、健康保険証との連携済みの方は、やっぱりどうなるのかなっていうふうにも思いますんで、ここもね、また追って情報を見ていきたいなと思ってます。では今日お伝えしたことをまとめると、まず最大2枚の内訳として、まずは新規でマイナンバーカードを発行して、プラスキャッシュレス決済を利用することによって5000円分がもらえると。これは最初のマイナーポイントと同じですね。2つ目は、健康保険証とマイナンバーカードを紐付けして7500円相当がもらえる。そしてさらに、銀行口座とマイナンバーカードを紐付けして7500円相当がもらえる。これで最大2枚。 相当になるとということで、ございまますすすすすででででプラスアルファなんですけどももししマイナーバッカード発発行行されるる方はですね早めめに発行することをお勧めしますで今回、マイナポイントの詳細がまた発表されてもですね、いろんな企業さんの上乗せのキャンペーンとかもあるかなと思いますんで、まあ、様子を見ながらですね、参加してみるのもありなんじゃないかなというふうに思います。まあそんなこんなの今回は、マイナポイント最大2万円について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあこのマイナポイントについてはね、まあ、正直合ってないようなもんなんで、確かに金額的にちょっと微妙なとこ でではあるんですがまあもらえだけ、ね、もらえだけねってておいいい損はないかなかと思います、まあ、あとはね、連携するかどうかご自身でしっかりと考えた上で行ってみてもいいかなと思いますね。そして今回の件についてですね、ぜひ思う方などあればですね、もうぜひコメント欄書いていただければと思います。念のため、過去に解説したマイナンバーカードと健康保険証の連携方法など、解説動画も概要欄にリンク貼っておきますんで、またね、詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。